式ヘアドライヤー。さあ、こんなもんかな。おお、組み立てなかんね。綺麗じゃん。うちここがほら水色とか黄緑だからぴったりと思って。いいじゃんいいじゃん。これリモコン。綺麗、かわいい。あ、このリモコンがさ、ここにつくって書いてあった気がする。ほら、くっついた。いいじゃんいいじゃん。リモコンつく。一番下のボタンですね。こいつがちょっと重いけど、これはモップですね。いいじゃん。以上かな。フランフランとかにもあるんだけど、フランフランだと3万円くらい、2万9000円とかするみたいだけど、これ楽天で買いました。19,800円。色もいいし。さあ、組み立ててみます。はめるだけかな。完成。もうできちゃったぞ。簡単、組み立ても簡単。いいね。我が家にぴったりの色合いで嬉しいわ。手頃価格だけど壊れないといいな。パン付きで。まずこれでスイッチなんだって。ピーってなったらこっちで操作ができると。温度上げる下げる、冷風、温風、ビッカミ、微発、風量調整だって。電源ついてない。あ、びっくりした。わ、すごい。ちょっと待って。わ、びっくりした。すごい。風がすごいぞ、これは。風量調整でちょっと。おう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 。お、あったかい。お、風もすごい。すごい。なんだこのマークは。なんだろう。うわ、なんだ。風
っくり。ちょっといろいろ調べてみよう。リモコンで操作しない場合はこれをタッチすると使えるみたい。キキが見に来ました。キキも乾かしたシャンプーして